横ずれとかはそれでほとんどなくせるんじゃないかな。まっすぐ振れば入るという位置に持っていける。こう投げなきゃいけない、ああ投げなきゃいけないっていうのはもう絶対的にないというふうに思ってほしいんです。あんまり人には言いたくないんですけど、すごい今年1年の活躍がもうもはやこれにありということで。時間をちょっと早めにしました。 1,2,3 今回は時間間違わなかった。今 4名ですかね。今ね4人、寂しいですね。4人、いきなり来た、いきなり来ましたよ。ということでお疲れ様です。準備できてねえわ、準備できてない。じゃあ、あの抽選ユニフォーム抽選の方は最後のに持ってきます。最後っていうのは30分の最後の方。こんばんはです。パーフェクトヨガマお疲れ様でした。はい、やっと喉の枯れがですね治ってきました。はい、だいぶ話しましたからね。あ、お疲れ様です。何様、開幕戦ですからね。もうテンション上げ上げで7時間上げ上げ解説みたいなね、うるさいみたいなね、シャカラシカーみたいな、俺の声聞こえてますか、聞こえてるわーみたいな感じでですね盛り上がりましたね。内容濃かったですね。開幕戦すごかったですね。いや開幕戦ベスト、大分勢強かったでしょ。大分勢強かったですよ。オリエッティ頑張りました。あと誰か頑張ったあと大分勢頑張り、ああそう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 、ど忘れした、古田君頑張りましたね。古田君会場で見てた人多かったです。血の強かったですね。しーちゃん、しーちゃん強かった。高橋、古田、血のはあのまま優勝だと思ったけどね、僕も思いました。準決勝の血の浅田戦の3 in the black からの大逆転、あれはパーフェクト史上ナンバーワンってもう20回ぐらい使ってますけど、パーフェクト史上20回ぐらいの試合だったですね。はい、椿は相当へこんでたけど、はい、椿はもうほんと大体へこみ癖のある女ですから2日目 TV 見たけど声かけれなかった、かけてくださいよ。感動しましたね。 DMC森本さん崩れ落ちてたよ。 DMC の社長である森本さんが崩れ落ちてた。まあ確かにね、いや確か、あ、まあ山田戦で崩れ落ちたってことですかね。オリエッティのスカートよかった、あ、よかったねオリエッティね。いや結構よかったです。次回はね生足で頑張るそうなので、はい、いや生足いいと思うよあれ。え、あのさ、黒のスパッツっぽいのじゃなくて、次じゃあちょっと肌色っぽいストッキングにしてよ。まあまあスカートもちょっと春夏秋冬で変えてよ、いろいろ。かわいいね、かわいいよ、結構かわいかったね。でもちょっと黒すぎて、あのスパッツっぽくてね。高橋翔吾さんもよかった。すいません、試合見てないですよね。よかったんですかね、ちょっと申し訳ないです。親バカしてますか。あ、親バカしてます、してます。久子ちゃんでさ、久子ちゃんって毎日言ってますよ、かわいいみたいな。なんでそんなにまつげが長いんですかあなたはって言ってますよ僕本当ですよ。でね、で鼻を口のところに持ってきたら、あのピュって吸い付くんですよ。なんか嫌がってますねみんなね。シーンとした空気が。ちょっと意味がわからんか。ホセをブースで指導させてもらって相当ぐらつきました。ホセはいいですって、あの浅田聖吾も大絶賛しますよ。浅田とやった人でしょ。すみません、誰が浅田とやったんですかね。あ、高橋くん、
あ、すいません、試合見てなかった、全然。僕解説してたんで、はい、申し訳ないです。めぐみちゃんも、めぐみちゃんも、はよ女出せ。はよ、はよ女出せ。直球っすか、今練習してますよ、横で。はい。ちょっとまずはちょっとほら、なんか、コメントを読んでほしい人がやっぱ多いんで、ボス。移籍後いきなり鈴木徹。鈴木徹くんって移籍なんですか？あ、そうなんですね。うまかったですよね。山田裕貴ともいい勝負しましたね。鳥に女子のキラキラユニオンも可愛すぎ。ありがとうございます。ゲンさんこんばんは。ヒサコは励る。あ、そう。励ませんか。励ません、絶対。コマ TV、開幕戦で生 TV 見ました。握手してもらえばよかった。はい。握手しますので、ジャパン16にもなった選手っすよ。要注目です。鈴木選手ですよね。はい。うまいと思います。はい。勝負強いですよね。楽しみですね。はい。川口湖コテージが鈴木プロの実家。え、川口湖コテージが鈴木プロの実家なんですね。知りませんけど。サトミンが3位入賞で嬉しいです。これ、サトミン、自作自演ダメよ。サトミンおめでとう。ここでパッと出たりするっちゃうけどね、今日ちょっとクリエイターがちょっといないんで、一人さとみんちゃんの、はい、あ、来た、はい、あ、さとみんちゃんが写真出てきたね。帽子取って、帽子は、これ帽子取るのは、これね、パンツ履かないでっていうのと一緒なんですね、僕にとって。川口君はライトリグで、ライトリグっていうのはルアーですかね、ルアー。あれ今日ハマロド来る、ハマロド来るよね。呼んでください、ハビヨシにいるみたいな。ハマロドカモン、おいで。視聴見てるんで。あ、見てるの？ハビヨシで？ハビヨシのホテルで見てる。ハビヨシのホテル？あ、本当？じゃあ今からおいでよ。ハビヨシ、あ、連れてくるのお前。いやいや、ハビヨシのホテルやけん。でもいや、時間が心配やね。でもね、行って帰ってきてやけん。行って20分かかるけん、よかったら来てほしい。で、ハマロド到着、はい、番組が微妙ですみたいな。あ、ラーメンファイブの近くにいます。できたらハマちゃん来てほしいです。ちょっと時間行って帰ってきよったらちょっとあれなんで。さかなクンさんと一緒って、さかなクンさんとってことは大穂と一緒ってこと？いや、さかなクンでしょ、大穂。頭がテカリン。ハマロドってちょっと一筆気味じゃないですか。8分過ぎたぞ。早い本題。さあ、早い本題行きましょう。さあ、本題行きます。まずは、お待たせしました。ユニフォーム持ってきて。あ、クイズ、クイズ、抽選です。はい、じゃじゃーん。はい、ユニフォームです。ね。これ抽選からいきますね。あら、これどっか引っかからない。あ、ここ引っ掛けるね。大丈夫？いや、大丈夫。じゃじゃじゃーん、引っ掛けました。松本めぐみ、山本信弘の1年間全く洗ってないユニフォーム、全く洗ってないユニフォームをプレゼントします。ということで、めぐっちゃん、のぶちゃんのユニオン2015ユニオームです。はい、じゃあ抽選いきますかね。めぐのユニオくんくんかくんくんかくんか、どっちから、あ、匂いたい、やだ。めぐはもう1年間全く洗ってないそうです。あれあれ、出てきた。一回言ってもらって、え、お、出てきた、怖っ。そういうのはね、うん、一番最初に出てきたやつ。よし、ですね、この趣旨を言いますね。開幕戦で、1000円以上買っていただいた方に住所を書いた、投票用紙を入れてもらいます。それを抽選します。
欲しいですよね。なぜにみほすアップアップですね。いきますよ。まずはじゃあめぐちゃんユニオムからいきます。めぐちゃんユニオム、めぐちゃんが洗ってない、1年間全く洗ってないめぐちゃんユニオムです。やっぱちっちゃいですね。細いですね。細いっす。いきますよ。じゃあじゃあじゃあめぐ、松本めぐみ、じゃん、来ました。清水義勝さん、清水義勝さん、あで番号ついとった。これ番号はちょっと後であれしてね。あごめんなさい、番号今見えた、これ消しとって。ちょちょちょ、はいはい、いいよ、はい、清水義勝さん、おめでとうございます。おめでとうございます。TV のバカ、なんでバカ。ちょ、これこれこれ、はいはいはい、はい、おめでとうございます。送らせてもらいます。はい、じゃじゃじゃん、はい。そして開幕戦で1000以上ティトショップ、ティトブースでお買い物にしていただいたのぶちゃんユニオム希望の方、いきますよ。箱かわいいっすか、手作り感がいいっすよね。なぜに美穂社長が、いきますよ。じゃじゃじゃん、あ字が綺麗この人、これ折り曲げるね、ここ名前のところ。のぶちゃんユニオム当選者は伊藤雅也さん。おめでとうございます。おめでとうございます。字が綺麗。伊藤雅也さん、おめでとうございます。のぶちゃんユニオーム送ります。じゃじゃじゃーん。はい。はい、こちら。でかっ。でかいよね。はい。くんかくんかしたかった。くんかくんか、ちょっと止ま、今日の練習会 TV も参加しますよ。今日の練習会ユニオム当選者は松本めぐみ、ユニフォームが清水義勝さん、そして山本信弘、当選者が伊藤雅也さんとなりました。これね、パーフェクト1年間使ったユニフォームで一回も二人が選択してない分ですので、ぜひぜひ、記念に、はい、持って行ってください。なんちゃってコンドルプレイヤー、なんちゃってコンドルプレイヤー目指します。なんちゃってコンドルプレイヤー、はい、なんちゃってこれ、オリエッティのちょうだい。はい、オリエッティの今着ている、じゃあジャケット、あダメ、オリエッティのちょうだい。浜田選手評価をしてます、してます。今年はですね、5位入賞頑張ってもらって、浜田オリエッティバレル、まあ、バレル使用中ビッククリームあげます俺のためで、選択してないな、マジって、選択して、まあ選択してるでしょ普通。あのさ、最近さ、もうさ、なんかねえ、しーちゃんのバレルは、なんとしーちゃんのバレルはですね、作ります、作るようにしました。やっぱりね、彼女はやっぱり札幌、北海道のね、代表的なプレーヤーでもあるし、ただ本当にすごい偉いなと思ったのはですね、もう頑張ると、まあ見ててくれとで言って開幕戦優勝しましたからね、あよかった、バレル作るようにしててと思いました。はい、クイズ、はよクイズ、はよクイズは今日練習会にちなんだクイズです。今日の練習会はですね、なんと皆さん面白い企画、
ハーフイット、サバイバルルールハーフイットでいきます。4人でハーフイットして点数が一番低い人が落ちていく仕組みですね。一人一人がここの、放送席に来て言い訳をずっと言うみたいな、なんでなんでみたいな感じでずっと言い訳を言ってもらうという、はい。GJTV、グッジョブ TV、結構面白いですよ。ハーフイット、皆さんもね一回やってみてくださいよ。これ流行らせようと思ってるんですよ僕。ハーフイットサバイバルゲーム、4人でハーフイットやって点数一番低い人が落ちていって、一人一人落ちていって、一人一人落ちていって、最後に残った人が優勝、ハワイ旅行なんちゃってでですね、まずクイズはそのハーフイットの合計点だ、最初まず4人でやります。この4人の合計点が一番近かった方に、昨年チャンピオンで非売品ですね、もうこれもうこれもうほぼないんですけど、浅田聖吾ティポルダ持ってるって言わないでくださいね、大感謝祭持ってる、そう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 、持っててもいいじゃないですか2個あっても。そしてですね、ナンバー2の人になんとシャンブルピンク、かわいいシャンブルピンク、優勝当てじゃないですよ。まず4人でやるハーフイットの合計点で、その次は3人でやるハーフイットの合計点、そして2人でやるハーフイットの合計点でチャンピオン決まる。優勝した人はハワイ旅行ということで、そしてなんと決勝戦で当てた人にはセイゴロイド、セイゴロイドですよ、セイゴロイド、ここで動画が行くとか、あいよセイゴロイド、これを浅田聖吾サイン入りのセイゴロイド、横ずれとかはそれでほとんどなくせるんじゃないかな。まっすぐ振れば入るという位置に持っていけると、こう投げなきゃいけない、ああ投げなきゃいけないっていうのはもう絶対的にないというふうに思ってほしいんです。あんまり人には言いたくないんですけど、すごい今年1年の活躍がもはやこれにありということで、ちょっと合わないですよね。どっちかって言ったら刑務所っぽい方がかっこいいですよね。はい、買おう、あ、買おう来ましたね。でも字がピンクなんで多分同じ方ですね。同じ人が、字がピンクの人がちゃんと愛の手打ってくれて褒めてくれてるんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。これはうちの自作自演です。あ、それ違う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 。ということでですね、今日のクイズはそういう形でいきたいと思います。この後はですね、源さんが多分源健也がし、いやいや仕切りするやろ、誰か仕切りせんと、あでもどうなんかな、これあでも仕切りじゃないけどね、なんかそんな感じでいきたいと思います。さあ 4名でのハウイと最終の合計点数は、あ僕もちょっとドリンクが欲しい、はい、あでも1回に1回はできるのよね。ね、一つのクイズに2回はダメだけど、1回のクイズに1回はいいのよね。そうよね。3回まではクイズにチャレンジできるそうです。ティト限定、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 なんか間違えた。いつも会社9時です。ティト限定ってどういうことなんだろう。ティト限定。乾杯。乾杯。今日はですね、今日は抽選会があるので30分早めました。でオリエッティが終電があるんで、テカリン頑張れ、乾杯長渕。
今日はなんか出だしがちょっとあれですね。どうでした皆さん、パーフェクトの開幕戦、 KP いいな、 KP 乾杯。どうでした、開幕戦良かったですよね。あんまり良くなかったですね。男子はいつもの4強。あ、なんと決勝戦に上った浜田織江じゃなかった田中美穂とベスト8、浜田織江ですね。2人がお揃いのスカートね。開幕戦テンション上がりました。開幕戦すごかったんですよ。なんとニコ生の方から強制的にサーバーの方の調整をされて、ニコ生の方はですね、あの一般放送の上限をなんか超えてて、画質落とすか、調整、サーバー調整をさせられたみたいです。そして YouTube ライブ、 YouTube ライブよね、YouTube ライブは4位ですよ、4位。オリエッティかわいいわね。スカートは支給、スカートはもう自分で好きなのを選んで買ってくださいって言いました。はい、YouTube ライブ4位で、なんと1位が AKB のなんかイベントで、2位がポケモンのイベントで、3位がなんと世界柔道、4位がパーフェクトです。YouTube ライブ。5位なんですよね。5位は YouTube ライブ放送なかったみたいです。ドベドベよ。ということは4位ですけどドベ。はい。はい。開幕戦のマスミやばすぎた。パーフェクトやばい。4位だからやるんですよ。で結構ね上位がね。AKB、ポケモン、世界柔道、パーフェクト。ねえ。YouTube ライブなんですけどね。で、もっとすごいのは、ニコ生はもう調整されて、だから、見えない見えないってすごい苦情が来た時は、サーバーを、サーバーの方の負荷が強すぎて、ダメだったんですよ。だからもう強制的に落とされたんです。だから皆さん、どの道有料放送、プレミアム放送はやれませんので、できたらですね、ニコ生と YouTube ライブをつけて、ニコ生がどの道を今後も落ちる可能性があるので、YouTube ライブと合わせてご覧ください。パーフェクトのページは今日もう今日じゃないですね。永田くんがきちんとやるって言ってましたんで、はい。あ、コメント数がもう1万4000とかなんで、ちょっと限度を超えてましたね。僕が話し出したらもうガーッと来ましたから、そのうちの半分はうるさい、声のトーンを落とせみたいな。はいはい、はい、じゃあそろそろ行きますか。じゃあ行きます。じゃあ僕も行きますよ。一人ずつ落ちていきますんでね。よいしょ。あ、意気込み、最初じゃあみんなで意気込みを、一人一人こっち座って言う。じゃあみんなこっちどうぞどうぞ。どうも、いいな、ね、はい、あ、いいね。はい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 、なんかさ今静電気すごくない。はい、どうぞ。はい、じゃあ皆さん意気込みを。じゃあじゃあじゃあどうぞどうぞ。座らんでもいいよ。頑張ります。じゃあこっちこっち、はい、はい、じゃあ一人一人、はいはい。オレって結婚してくれってよ。あ、考慮します。いっぱい投げれるように頑張ります。皆さんの期待通り椿に勝ちます。椿言えよお前。言ったれ。負けないように頑張ります。はい、いよいよ。はい、ということでですね、
今日はマスターハーフイット、マスターハーフイット、要するに2つ以上、2本以上のサバイバルルールで4人で同時にやって、点数が一番低かった人からこう言い訳を、ずっと自分の言い訳をずっと言って言い訳を言って回るという、そういう思考でいきます。ぜひぜひお待たせで、じゃあまずじゃんけんでいこうか。じゃんけんで、あ、じゃあゲームセッティングお願いします。あ、その前にちょっと練習しよう、みんな。あ、ちょっと待って、みんなちょっとワンスローぐらいさしてよ、ちょっと。15からやったよね。縦ライン大事やね。ちょ、ツースローしよう、ツースロー。秋永だけ TV 言い訳はよ。いや、やばい。あ、ダブル行くんや。これも入っとるよね。はい。さあ皆さんこんばんは。中継ぎこと源でございます。皆さんこんばんは。こっちで行きますか。マスター設定ってね、2本。はい。これは TV の声も入ってるんですかね。はい、あ、起きた。さあマスター。はい。そしていいタイミングで来ましたよ。さあ、ね、あ、こんばんは皆さん、ありがとうございます、ね、ワイプが来てないのは本当皆さんには申し訳ないですけど、あ、もうよかったのに来なくて、まあでもこのタイミングですからもう早速来てもらいましょう。スペシャルゲスト TBTV のみ有名人浜ロドリゲスさんです。あ、さすが。ついさっきまでね、中洲の近くの春吉にいたはずなんですが、今日はもうトリニダード T シャツでありがとうございます。あれ、あ、ゲームセッティング誰が先生？全然大丈夫、出てもらっても大丈夫ですけど、ちょ、まあ、ゲームセッティングしてやるよ。大丈夫ですか、はいはい、ああ、いいよ、誰が知ってる。あ、どうもどうも。あ、どうも、すいません。明けましておめでとうございます。そうですね、なんか2回目なんですけど、もうめっちゃ合ってる感じがするんですけど、俺の携帯どこあるかい。あ、3回目です。3回目ですか、はい、あ、3回目ですね。はい、皆さん、はい、これがハマロードさんですよね。ハマロードさん、なんと今年、去年ぶっちぎりの年間ランキングチャンピオンのハマロード選手、まだ今年1回も当ててないんじゃないですか。そうなんですね。空振って空振っての、どうなんでしょうね、この画面。そうそう、俺もそう思うのに、これワイプの方がいいんです。よし、じゃあ行くか。すいません、ごもっともだと。じゃあじゃんけん。そうなんですよ、イケメンなんですね。ありがとうございます。はい、最初はグー、まあ、じゃんけんし、今日はハマロードスペシャルなんですけど、無理やりまた呼んじゃったんですけど、ありがとうございます。いつも。じゃあ先攻後攻決めるね。はい、じゃあ今からじゃんけんで先攻後攻決めますね。今から、ハーフイットマスターセット。カメラここ、はい、じゃあ、はい、カメラに向かって最初はグーじゃんけんし、あいこで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 し、決まらんな、ね、最初はグー投げないという契約で来てもらってますからね。あいこでし、よし、あいこでし、そうですよ、ピカリン VS テカリン、なにこれ最初はグーじゃんけんし、あいこでし、あいこでし、あいこでし、わー、最初はグーじゃんけんし、あいこでし、そうですね、ちょっとタイミング旬が過ぎてということは、そうですね、じゃんけんで、のびのびやれてないってことで、俺が一番、お前が一番か、1、2、はい、ありがとうございます、3、4、じゃあお願いします。お願いします。さあ、おうどん頑張れということで、じゃあ締め切りは、締め切りどこにする。じゃあ1周、そうですね、1周目、1人もう1回ずつ投げた時で締め切りですよ。4ラウンド後ということになりますかね。4ラウンド後やないよ、4ラウンド後、 4、そう、もうそうなんか1回ずつ、うん、最後は誰ですか、順番は、はい、椿から社長 TV オリエさんと、そしてテカリンが最後という、テカリンが1回目投げ終わった時点で、そう、1ラウンド、1ラウンド、はい、終了ということになってますからね、はい、1ラウンド、よろしくお願いします。どうぞ。これですね、今日負けた人からこっちに来るという、あ、はい、サバイバル、はい、そういうことなんですね。だから負けた人からこの放送席来なきゃいけないということですからマジで行きたくないらしいですからね、テカリンは。マスター設定ですね。そうなんです。
酒焼けらしいんですよ、手がりが。なんとあんな顔してお酒飲むんですね。そうですね、うん、ね、まあここの人顔もちょっとむくんだろうね。ナイスナイスフォー、うん、ね、これはあのマスターなんで2本ずつ入れなきゃいけないということですね。そして今日なんかいいですね、目線がなんかね遠くを見る感じでいいですよね、ニット女子。おーナイス。この隣の雑音にそうですね、隣の雑音に取りに行き、雑支給品窓わされた、支給品ではないですね買っていただいてるんですよ、はい、ありがとうございます。自腹で買ってます、はい、テッカリン小柄で可愛いな。マスター難しそうですね、2本入れなきゃいけない、難しいですね、練習になりますね。ハーフイット。デコリーって誰なんですかね。デコリンじゃないですもんね。僕ですか。いや全然、僕はデコリンじゃないと思うんですけど。ですね。あれデコ。まあ孫さんの時だね。なんかダブル1本ならこの人たちならあまりかな。そうですね。浜野さん日本語うまい。そうなんですよ。ありがとうございます。ねまだそんな立てないでしょうけど。はい、そうなんですよ。ね本名ですもんね、ロドリゲス。そうですね。うん。はい、あ、もう締め切りましたからね、皆さんもう締め切りましたよ。点数ですかこれ。これはだから1位は誰か。ああ、1位は誰か。あ、全員終わった時点で全員の合計点数ね。それ難しいですね。これは、はい、ちょっと言っときましょう。じゃあハマロドさんだったらこれは、うん、あ、いや、ハマロドなんでクイズになんで参加してんの。あ、しないと後悔してないもんね、もうだって締め切ったもんね、はい、じゃあ次から、はい、でも次からね、次からも次から正式に出していいよ。あ、うん、ありがとうございます。去年なんてね、そのハマロドをこっちに来とるときはなんかラッキーみたいな、鬼のいる間にみたいな、犬間にみたいな感じだったのに、もう最近やっぱちょっとね、そうですね、新ですからね。じゃあハーフイートの解説してよ。うん、あ、解説します、解説しましょうかね、そろそろね。そうして、あ、そういうこと、あら、35点ってこれどういうことだ。これは今年切られたということですかね。2ラウンド目でハウスされてますね。16で、ということは1本も入れれなかったということでしょうか。もしくは1本ですね。ね、もうダブルの場合1本入ればいいですね、2本ですから。うん、まあ解説をしろということはこういうことになってしまいますから、ね。はい、さあそして TB なんですが、ここはダブル1本入れておけばいいですからね。あ、ありがとうございます。お、あ、メビウス、あ、またいつもありがとうございます。メビウスさんどうもありがとうございます。これいつもメビウスさせてくれるんですよ。さあそして後はないぞ、 TV 大丈夫か。ああバシュ、あれメンタルやられましたね今。そうですよね、3本目で。そう、はい、もう一回言いますけど、解説するってこういうことですよ。だからその、そうですね、うん、くそー。そしておっと、ミスミス、おっと、ね、おー、さすが、ナイスカバー。ミスミスからの見せますね、やっぱやっぱりメンタルが違いますね、はい、そうなんですよね。秋永デコリン、そうか、そうなんですかね。おうどん食べてないから本気じゃない。おうどんが好きなんでしょうね、やっぱうどんに。食べました、食べたみたいですよ。食べたそうです、はい、椿と食べたみたいですよ。なんか仲いいんじゃないか。おお、ナイスカバー、はい、そういうことは俺ドベや。さあということで、あ、そうですね、今のところ TV が、そうですね、 TV さんが今ドベですね。これドベって標準語なんていうんですかね。何、最下位、ビリビリ、最下位、最下位、うん、いやでもまだハーフイットはまだまだ分かんないですね。まだまだ、はい、まだこの段階ですね。まだ大丈夫ですから、す、ね、あとはやっぱトリプルとブルーぐらいですかね、すね、はい、やっぱトリプルぐらいから結構そうですよね。まだ全然皆さん100点圏内なんで、これ音ちっちゃいの、マシンのちっちゃいよね、ね、あ、ちっちゃくしたらね、あ、だからドーンって聞こえない、ね、じゃあ次大きくして、次大きくしましょうね、もうシャキーンみたいな。そうですね、じゃあシャキーンも聞こえんかったもんね、さっきシャキーンみたいなチャピ安定のボーダー柄、本当ですよね、ボーダー柄、やっぱボーダー大好きなんですって。オレッティでどこを見て狙ってるんだ、遠くを見て狙ってますね。うん、そうそう、一昨年のことを思い出しながら投げてるんです。一昨年。おっと、これは？ナイス。大丈夫です。大丈夫です。さすが。
これ面白いよね。あ、皆さん、あ、皆さんというか、そうなんですよ、抽選でもうつい先終わっちゃってですね、あ、抽選出し上げて、松本めぐみさんとね、のぶくん、山本信弘選手のユニフォーム、そうそうそう、この清水さんと伊藤さんが当たったんですよ。ナイスキープ。ボーダー太く見えるよって、そうなんですよね、普通の人が着るとね、そうなんでしょうけど、スパキーが着るとちょうどこう、ちょうどいいぐらいにね、なりますから、はい。うん、俺っていい、そうでしょ、俺っていいでしょ、これ俺ってめっちゃこれコメント見てますからね、皆さん褒めてあげてくださいね、褒めると喜びますから。おお、ナイスカバー、ナイスカバー。いや、3本目ですね、やっぱハーフィットは。そうですね、はい、マスターだと1本2本外れるとだいぶプレッシャーになるんで、そうですね、やっぱこう1本目に1本目、2本目でいかに入れておくかっていうのが、ね、大きいですね。心理的に楽になりますね。当たり前か。まあ、ここは今のところ浜田選手がぶっちぎってるって感じですね。ですね。さあ、あら、あ、おっと、シャキーン。あら、シャキーンですね。テカリン、今日さっき練習見た時は超うまかったですね。ハマロド、俺って見てニヤニヤすんじゃないわよって、これは女子なんですね。うん、おかまくせえな、ちょっと。いや、それ嫁じゃね。嫁、はい、見てない、知らないですから、その。あ、あ、こっからですね、勝負は。こっからですね、はい。まあでも1本入れば OK なんで、うん、そうですね、3回狙えば1本ぐらい入る。はい、柳部さん、本当だ、本当ですか。もう言われてみたらそうかもしれないですね、はい。あ、ナイス、ナイスですね、ナイスファイル、狙えてないな。ハマロード、彼女は知らないですからね、あのクイズに応募してることを。あ、知ってますよ。知ってるんですって、はい、それは知ってますよ、うん、前出たやつ YouTube で見てました。見られた、はい、あ、そうなんですね、そうらしいですよ、多分ね。あ、ほっと、さすが、サーブで一気に面白くなってきましたね。やっぱりトリプルですね。はい、今来た、なんでハマロドいるの。すいません。そうなんです、ノリで。椿、もっと振り切った方が良くねって。はいはい、アドバイスされてますよ、椿って。もっと振り切った方が良くね、もっとアドバイスどんどんやってください、うん、そうですね、はい、お気に入ってんじゃないのか。あ、うん、やっぱね、そう、負けられないですからね、テカリンには。いや、テカリンとはもうそういう舞台用意してますよ。あ、あるんですか、テカリン VS 白黒つけようスペシャルが、うん、テカリン VS、 あったー、椿、動揺した。10番、あらね、やっぱその感受性がね、やっぱ豊かなんですよ、椿さん、すごい、もう何でも真面目だから、何でもこうね、ひゅってあれして、あれなのでですね、はい、秋永セブンから見てるよっていうことですよ。セブン、はい、あれ、お友達じゃない、うん、ね、もうこれにも今椿がもうめっちゃやきもち焼いてますからね。へえっつって、なんかお友達じゃないの、不安みたいなね。おっと、シャキ、これは分かんなくなりましたね。これは分かんないです、面白いですね、やっぱメンタルだな、これは。もうナイス、やっぱり19、20でどれだけ稼ぐかっていうのが、いや、そうですね、はい、肝になると思うんで、うん、ブルー結構きついんで、そうですね、まあ、ブルーまで余裕があると楽にブルー投げれますけど、はい、TV ブチ、ヘイ、みんなビビってる、イエイイエイイエイ、うん、流れとよ。イエイイエイイエイとワハハなんでしょうけどね。これは、はい、椿がガチガチでそう怒ってるかもしれないですね。ちょっと怖いですね。ごめんごめん、これさ、それごめん、ね、普通のハーフィットでよくなかった。本当ですよね、こう企画がちょっとね、企画、我々の素敵です、これは、すいません。うん、椿調子、そう、もうほんと椿はちょっとガチでちょっと怒ってるんで、まんまにもうダブル狙い、外に出ていこうとしますから、ちょっと優しくいきましょうね、椿。そうですね、はい、優しく TV 外したよ。ナイスフォー、はい、
ちょっとこれはそうね、 TV がまあまあでもこれ負けた人から放送席に来るってことですかね。一発目に TV 来られるのちょっとあれなんで、ちょっとよかった、俺的にはありがたい。TV 早よ外せよ。TV スマッシュ出てるからチャンスあるぞってよ、みんなチャンスらしい。スマッシュ出てきたから、スマッシュ出た、俺出してない。いや僕は見てないですけど、参加あの視聴者の方が、うん、これで TV さんはほぼ抜け確定じゃないですかね。もう切られてもっていうことですね。しゃげれ、ごめんごめん、お前さ、お前ちょっとマスターにするけひょっとこってでもひょっとこってですね。卓球の愛ちゃん、愛ちゃん、愛菜さん卓球ダーツはメンタルやな。まあそうですね、シャリン、あ、またシャリン。これはもう綾菜が来るのはもう来たらいじられるよ、また頑張らんと。確定ですね、もうグズグズですからね。ひょっとこってそう笑ってしまうんですよね、響きかな、ひょっと。そうですね、あーもうほら、しかしこれはでももう大丈夫、そうですね。いやこれ予想だいぶ初、これはでもこれ低いの、これ難しいよ多分、これ難しいですね、はい、で次本番にしますね。そうですね。これはもうじゃあ、これ何点これ、はい、これでもその多分俺たちがいなくなれば多分上手くなるんですよね、きっと。邪魔ができれば。いやそんなことない、これメンタルトレーニングと思って取り組まないと、はい、うん、次でも本当に一言も喋らんパターンでいきますか。静かに見てる、おーいしょ、静かに優勝。さあということで今回1位は TV ということですね。これこれがあの商品。はい、でオチが、さあそしてオチは、椿、はい、椿ずっともう、はい、ずっと言い訳タイム、椿言い訳タイム、さっきコメントでどうせ椿だろみたいな感じでね入ってましたけど、僕もそれ見てうなずい、深くうなずいたんですが、その通りになってしまいましたが、これ俺のビールやね。でもさっきも言いましたけど椿ガチでへこんでますから、あんまりこうこれはもういじりづらい感じにはなってきました ね。さああ、高く見積もりすぎたわ、盛り上がり側のあたりがもう高み盛りに見えるでしょ。ほら高く見積もりすぎた、盛り上がりが高み盛りに見える。さあ優勝は、すいませんね、さあ今の点数何点でしょうか、一番近い人。これはでも意外と難しかったんだよ。あ、ちなみに浜呂堂さんなんてあれしました。1250、高すぎ。まあでも300アベレージで、ほらほらね、1600ぐらいいくと1600ぐらいいくと思ったんだが、妥当なところなんですよね、多分その分析ですから。そしてこれ一番近い人ね、うん、ちなみに今何点だったんですか合計。あ、そうちょっと邪魔、ナナちゃんおめでとう、ナナちゃん。もう言っちゃいました、テロップ前に。これはね、すいません。さあナナちゃんですね、さあゲームセッティングお願いします。ちょっと練習しよう。はい、ということで正解者ナナさんです、おめでとうございます。ナナナナさんなんですかね、ナナさん、ナナさん、ナナナナさん、ナナさん、ナナナナさん、いや、ナナさん、はい、ナナさんですよ、7788。なんで、あ、うん、友達だ、そうなんですね、はい、カリンのお友達、あ、そうですか。さあ、続いては次はシャンブルか。はい、次は、次も合計点数ですね。こう三人の終わった後の合計点数は何点？皆さん、椿は真ん中だろうが。はい、じゃあそうします。いや、もうあなたもうお客さんが言ってるぞ、椿、それはもう真ん中。変わりましょう。センターはセンター椿、ね。総選挙で今から3人でセンター選挙、誰がいいか。椿なのかロードなのか源なのか。よしって言われてますからね。うん、そうね。最初は、まあ、今回ずっとこう。はい、じゃあちょっと今日あ最初じゃあ奈良さん、この聖吾くんのティッポンが当たりましたよ、おめでとうございます。1回転ね、じゃあまた1回転で、はい、皆さんが1回投げた時点で1ラウンド締め切らさせていただきます、ね、さっきのも、参考にしていただけたらなと思いますけどね。ちょっと頭が熱くなってきた、ね、ちょっとあやな、ちょっと前に座ったらどうだ、ん、小顔効果を
そうだね、うん、あ、なるほどですね、うんうん、このマイクちょっとちっちゃくない、うん、そう、このマイクちょっと顔でかいからやって、あ、そうなんだ、でかい、ディブでこんなやったっけ大きさ、ちょっとちっちゃ、ちっちゃくない、ちょっとこれ私の顔が大きいから、音が大きくなっとん、集中集中よしね、さあ解説していきましょうかね、コンドルだ、いや全然ほらこう、ね、せっかくそのハンマーロードさん来てもらってるのに、そうですよね、まあ喋ることないですもんね、つまり開幕戦はどうだったのって、またそれもちょっと一応今日はそれその質問なしということで言われてますんで、うん、ナイス、ナイスカバー、はい、締め切り、はい、締め切りです、さあこんな感じで3人ですからね、今度は、ハマロード開幕戦出たの、ハマロードは喋んなどっちゃねんね、いやプロやん喋ろ、まあもう今度はもう喋る喋らぬ論争が始まっておりますけど、僕はもう喋ってに一票お願いします、ありがとうございます、緊張は神対応でよかった、松山からジャパン最終戦に帰るん、あ、あ、そうなんだ、きっと岡山の村長さんは神対応、ドーン来ましたよ、ドーン来ました、泣いてんの、ね、泣いてないです、全然泣いてないですよいやいやいや、いや今こっちはなんかドーン来ましたって言った後に何がかなと思ってこう見てたんですよ、ちょっと泣いてんのかなと思ったらなんかね、ラーメンが入ってる、メイクで、そう、ラーメンです、ラーメンです、うん、あ、なんか音が大きくなったね、これもう切られるのもね、あれね、いい勝負ですね、これ難しいよね、これ、いやもうおなじみハーフイートですけど、マスターまあまだまだ15、15、さあ立てないね、ここね、これ距離合ってんのか、あこれマシンの距離合ってんのめっちゃ泣いてるのかって、泣いてない、泣いてるのか、安心してください、泣いてません、滑った滑った今使うしかないかなと思ったんですけど、そうよね、すいませんでした、うんうん、いつ謝るの、今でしょう、ね、これはもう俺が悪い、すいませんなんか寒いぜお前ら、先生、うん、テカリン頑張れ、ね、はい、テカリンね、もう最近やっぱこれちょっときついかな、このハーフイット、これ、うん、いやそう、ね、渋い声をしてますもんね、声をね、ベテランベテランの人みたい、うん、なんか、うん、長瀬のチーママにおりそうな声、ナイスナイスカバー、ナイスナイスね、あ、俺の胸で泣けてよね、俺にもよるもんね、だから誰の胸でもというわけじゃない、そうなんですよ、うん、そう、18ダブルがね得意なんですよ、練習も、はい、まあまあまあ、でもね、ナイスハーフイートノーハーフ、さあここまではほぼほぼ互角、ね、互角ということでした、ここから誰がボードに集中できるのかというところですよね、この辺怖いですよね、ああ、そうなの、 17、 うん、なんかこの辺りぐらいからやっぱちょっとこう、これでもシングル2本でしょ、うん、とりあえずまあ狙うで、まあどっかね、まあちょっとミスってトリプルとかダブル引っかかればまあラッキーやし、そうですね、はい、もう1本目トリプル入っちゃうとだいぶ楽ですよね、ね、うん、そうですね、あとはもう楽に投げれますから、ことがまあほら、なんでどん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 とかせんと今、うん、なんで5マークなんでどん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 とかせんと、そうですよ、あ、すいませんはい、すいません、何年やってんだ俺たちは、チェック厳しい、はい、素晴らしいツッコミというかね、指摘というか、ありがとうございます、テカリンのツッコミはいつも鋭いです、うん、鋭いね、はい、そんな感じする、うん、そう、本当グランドマスター席じゃなくてよかったなと、さあそして淡々とね、粛々とだ、そうね、結構今ガチでちょっとこう自分のクイズの点数をこう見てますよね、まあ、ちょっとね、そっちの方やっぱ行っちゃってるでしょうね、集中は、あ、でもいいですよ、ナイス、ね、こうでないと、やっぱね、さあそして18だ、ま、あ、多分テカリン、ま、すごい負けず嫌いだと思いますね、そんなことないんですけどね、うん、まあ、それ言うのよ、負けず嫌いの人ちゃって、ね、あ、さすが俺のオリエティって、オリエティの持ち主の方も見てますよ、うん、うん、ナイスポやっぱね、いい感じ集中できてますね、緊張するな、
マジ緊張する。だいぶ温まってます、ね、うん、俺音入って音これ。あ、入っとった。あ、いいよ。あ、そうやか。浜織と会う、一緒になるの初めてですかね。初めてですね。あ、会うのも初めてですか。はい、あ、浜織と浜労働さん初めてですね。浜つながり、ね、あ、仕事も一緒やね。そうですね。あ、そうそう、なんかね、似た感じのね、お仕事みたいな。仕事で。あ、そうなんや。すごい。投げるとき頭が上に動いてるな。まあ頭がそうですね。頭がちょっと軽いからね。今日なんかちょっと寒い感じでしたさっきから。さあスローか。俺の振りからかな。よっしゃ。ここですね。ここ勝負ですね。予想が仕事。あ、そう。あ、このこれのね、検証生活みたいな。ナスビに。やっぱ知らないのね、やっぱ若手やせ分かったナスビとか知ってる？あの電波少年、うんうん、なんかちっちゃい時見た記憶があるような内容で、あらあらあら、おーナイス。そうなんですよね。ナスコは椿さんのお母さん、僕の一つか二つ。まだ広告が、あ、はー、ありがとう。これね、あのね、女子の時ね、結果です、これ44名増えた。あ、そういうことね。メビウスさんのね、メビウスさん、メビウスさん、いつもありがとうございます。メビウスのハイウェイユーカーズ。何だっけそれ。チューンバージョン知ってるんですか。照りすぎて燃える、うん、知ってますか、誰かね、歌がね。メビウスのハイウェイを、分かんないっす。氷室ね。あ、氷室京介。そうそう、はいはいはい。そう、キス、呪いの歌。うんうんうん、来た、キス。よし、次はハイウェイ。お、なんかいろいろと言ってくれてますよね。私が答えてなかったら大体誰かが答えてくれる。キスミやね、今の視聴者さんの中で。視聴者さんの中で知ってる人が答えてくれるみたいな。キスミこの口。ありがとうございます。ちょっとゲンさんの歌タイムが始まったんで、そんなにシャッ。今度ライブするもんね、氷室京介ね。ラストギグス、氷室京介。俺中輪頃やったですから、あの豊丸世代。そうね、僕桜木類世代ですか。なんかわかります、その豊丸とか桜木類とか。わかんないですよね。わかんないですね、うん、一応昭和生まれなんですけど、僕も及川ね。は知ってますね、世代す、はい、有名人ですね、うん、浜田と、僕28です。今年29です。あらー、おー、ナイス、ナイス。ちょっと TV ダンスやん、お前。いい感じになってきましたね、ゲームが。いいですね、うん、面白くなってきましたね。面白く、ほら、持ってきた。やっぱさっきからそうやけど、こうコメントに進出するのは結構入りやすいんですよ。つばき、言い訳せんやん、お前。あー、惜しい。言い訳ですか。ナイスト。言い訳すら出てこんもんね、もう。いや、もう言い訳をするのはもうやめます。ね。はい。おし、メグに怒られたっちゃもんね。いや、もうちょっとカツを入れてもらったんで。開幕戦の後ね、松本選手にね、説教されたんですって。また広告が、勝つですね、勝つを入れられた。あ、また来た、カズさん、ありがとうございます。何ですかこれ、パチパチ。これね、広告でね、いろいろこう、もうありがたいことなんです、これは。人増えるんですよね、はい、なんか。そう、ってことは、すごいっすね。そうそう、あの、今しばらくはこう、あんまダーズに興味ない人も見に来てくれたりしますから、ここは気をつけます、僕も。ここから先はナイス、はい、浜ちゃん頑張れということですね。これは一石二鳥ということで。有料だぞって、え、広告出すのはってことですか。うん、あ、なんかポイント使ってるんですか。有料だぞ。へえ、300ポイントで300円。へえ、ありがとうございます、ありがとうございます。これすごいですね、するよね、あれ、まあ、まあでもまだまだ、あ、え、これね、まだここからいい感じですよ、これ、まあ、全然最後までわかんないですから、ここで稼ぎたいところですね。うん、ナイス。さあこれラスト、ね、まあまあまあ、でもね、残った感じですよ、まだ。次ですね、まあ、ブル次第ですよ、ね、半分になったらまだありますから。やばい、これちょっと集中ね。インブル一本でとにかく緊張するな、これは。肘壊しそうな、ね、プレミア無料チケットくれるんだよってどういうことですか。ちょっと調べますね、その辺。メグ怖そうだな、メグに何て言われたのっていうことよ。まあちょっと今、ね、終盤やけん、ちょっとこれ見てからね。なんか金言をいただいたわけね。もう教えたくないです。なるほど。あと一本。おー、わー、あー、さあ、これで残ったということですね、TV は。
あ、来た。はい、ということで次のね、あれをね、これ高いですね。うん、あら、ちょっと低く見積もりすぎましたね。そうですね、意外、やっぱそうですね。なんかちょっと去年のやっぱちょっとキレがないですね。そうですね、ちょっとお気に入ってる感じがしますよね、はい、やっぱ。おー、ナイスアット、ね、これディフェンディングチャンピオンの宿命とでも言うべきか、やっぱ守りに入ってるんじゃないですか。そうですね、ちょっと守った。さあ、ということで残ったのは TV とテガリンということですね。さあ、おいで浜織さん。 ちなみに、あ、行くの、もう、あ、もう耐えられないらしい。ね、耐えられないということで、さあ、さあ、来ましたよ、みんなの浜織。あ、やるね、はい、うまいよね、テカリン、ね、またビッときたね、今ビビビってきたね。いや、なんかすごいよね、最近の静電気。静電気すごいです、今年になってね。最近かな、最近の静電気、うん、あ、ワンソロ行く？え、ガナ、え、よし、じゃあ、言う、決勝です。まあまあ、そうね。でもまあ、ちょっと一回、クイズのあれをしなきゃいけないんじゃないか。いや、クイズはこれがクイズ。正解。あの、クイズの集計をしないと。あ、クイズの集計せなきゃ、はい。そう。じゃあ、ちょっと練習しよう。ね。次、当たった人は、この。シャンブ。シャンブ。お、新しいやつ。ですね、これね、なんか難しいな、これ。それ、ちょっと開けてみせてよ。めっちゃいい。これ、ピンクかわいい。可愛いだろ、そのピンク。可愛いです、可愛いです。赤っぽくて、最初俺、あんまり良くないかなと思ったんよ。はい。中も見、出しただけじゃない。ゴム、ゴム、ゴム、ゴム。ゴム抜けてやってよ。ナイスアット。はい、はい、正解しよう。やっときゃよかったな、ここになんか歯とかなんか。歯アーセさん、うん、ちっちゃいハート。アーセさん、アーセさん、アーセさん、おめでとうございます。何点だったの？ちなみに1250点でね。ね、はい、ちなみにハマロドさんは、655です。はぁ、やっぱちょっと去年の気がね。ハマロドどうした最近？ないんですよ。いや、全然ダメですね。やっぱ2年目のジンクスっていうかね。ちょっとやっぱ守りに行っちゃってるんでしょうか。最後多分当てに行きますね、うん、ちょっと力んでる感じ、お気に入ってるんでしょうか、うん、さあ、そして、次はセイゴロイド、はい、セイゴロイド。さあ、いよいよ欲しい。皆さんそれ欲しいですね。サイン付きよ。サイン付き。あ、本当だ、めちゃめちゃレアですね。サイン付きのセイゴロイド、おー、これを置きます。セッティング OK ね。で、これはどうしますか、2ラウンドぐらいする、ちょっと締め切りを。じゃあ2人が2回投げ終わった時点で最初はグー、締め切りとさせていただきます。さあ、カメラね、はい、じゃあ俺は先行く、はい、さあ、ということですよ。残念でしたね、ハワイ旅行。なんか俺もさっき聞いてびっくりしてるんですけど、ハワイ旅行まだ投げたいらしいですよね。これ1人なんですかね。一人でハワイですか。一人でハワイですかね。これ社長買ったらどうするんですか。ハワイ一人で行くんですか。行くんでしょうかね。ひつばきはね、もういい。あ、どうもこんばんは、毎度。毎度ありがとうございます。定期来ました。定期来ました。はい、あの、あれ。二人のうちの一人。ビッグラウンドバカにしてたの社長にチクる人はまだ今日来てないですね。まあ、バカにはしてないんですけどね。鉄平ロイドもね、そのうち出るかもね。じゃあみんなロイドね。鉄平はダメね、 DVD に耐えん顔が。鉄平ちゃん DVD に顔が耐えれんということらしいですよ。可愛いんですけどね、椿は。そうそう、昇進中でね、中、うん、あれどこ行った。そうですね、やっぱこう何気にですけど、何気にですけど、うん、やっぱテカリに負けてますからね。いや、この後2人直接直対やけ。あ、このでも今日やってももうだほぼ、もうほぼあれでしょ。わかりきた。でもテカリンがもうそのボコって割りみたいな。はい、もう椿やめるかもしれませんからね。もうこれ以上やめられたら困るんですね、俺も。源さん今日も可愛いよ。可愛い。そんなことないですよ。いや、ね、あれ。そう、椿はね、正座して、トイレで正座して、昇進して、懺悔しながら泣いてるということですかね。もうレジャーマス再婚しないのもしてます、ね、残念です。してないですよ。残念でした。してないですよ。見してほら。
ない、ない、ない、あー、ナイス、ナイス。Tのスカートは今年ずっとでしょうかということですよね。そうですね、うん、おそらく。あ、はい、締め切りましたよ。はい、締め切りです。これ2人ですからね。お、さあ、これハマロド、ハマロド選手もこれ参加したことになるのか、これはもうどうなるんですか。もう書いてあります。はい、じゃあとりあえず、じゃあ権利はあるということで、はい、ね、早く一生飾ってほしいとは思ってるんですけどね。お、ナイス、お、ナイス。やっぱね、空気読めよ。めっちゃ読んでますよね、さっきから。いやいや、もう今のハマロド選手はね、空気を読むとかそういうあれだよ。全然、うん。2年目のジンクス。今日ハマロドに厳しい人が一人おるよね。いますね。一人。ちょいちょい。そうですね、厳しい言葉を。去年ね、ハマロドさん負けた人かもね。おっと、切られた。おっと。まあでもまあ、去年2位で惜しく負けた人をね、まあ、誰だっけ、去年2位の人。あら、姉川さんとも。いや、もう俺たちね、記憶力悪組ですから。ハマロドもっと左に行け。なんで？オレーティが離れろってことかな。左？こっち？こっちですね。もうそしたらもうすぐそこにボードがあるんでですね。はい。あ、そうかそうか、オリエちゃんファンなんだ。だからやっぱこう、オリエちゃんに近づくなってことね。蹴られたいって。庭の人。あ、庭の人さん。庭の人さんかも。庭の人。今日あんまり面白くないね。失礼しました。ちょっとケンさん。いやいや、俺、そうそう。そうですよ。刺さってよし。立てライン大事やな。立てライン大事です。あ、ここに来てペカリンさんが、そうか、やっぱハワイがちょっとちらついてんのかな。うん。一人でダイヤモンドヘッド行くよ。強気な発言が、ね、強気な発言が。場所のやっぱチョイスがさすがですよね。あ、オリエさん、ジャングルの看板娘です。そうですか、うん、優勝したらもう少しスカート短くなったりしませんか。なりません。よっしゃ。でもハマロード気持ちいいよね。ナイスって言ってくれるもんね。そうそう、全然言ってなかったもん。発音もいいもん、うん、ナイスって言ってくれる、うん、キレもいいですからね。ナイス、ありがとうございます。あ、これじゃベスト5ね。ベスト5、ありがとうございます。TV 守りに入ってないか。そうですね、ちょっとお気に入ってるかも。バレました。あ、やっぱシングル目かな。まあまあまあ、ご覧の前分からんすかね、これやっぱガチでね。これ全然 C になってないですね。結構ね、C をね、あの写真、あのむずっ、いや、めっちゃ C のつもりで、うん、ちゃんとこうやってこうやってやって、うん、こうやったのに手がこうなってたっていう。あ、難しいよね、これ、こんぐらいみたいな感じ、どんぐらい、こんぐらいみたいな。のりさんも言ってくれるのに。誰？のりさん。のりさんって誰？カメラマン。C なってないよ。なってないですね。植えつけたらね、絶対。ほらほらほら、全然 C になってない。何やってんだろうみたいな。ほんとね、なんやろね。やっぱこんぐらいしか見えないよね。ちょっと練習しときます、うん、そうね、そんな難しいかな。終わったらモヒカンラーメン行こう。モヒカンラーメン終わったらモヒカン食べたいですからね。あーっと、これはテカリン。うわー、テカリン、ここに来てハワイマジックかかってますね。憧れのワイキキビーチがやっぱちらついたんですかね。アラモアナショッピングセンターが、そしてね、何個買っていこうかな。マカデミアナッツ、とりあえず10個買って。おっと、おー、ナイスカバー。まあダブルの方が広いですもんね、うん、はい、で、オリエさん、今年のライバルは？みんな、うん、全員がライバル、うん、ね、お、ナイス、優勝わしづかみ。 TV 空気読めようときた。あー、だめ、全然合わないな、これは危険、危険。これはまだね、あと2ラウンドありますからね。20とプルですね、うん、まだまだありますよ、テカリン。ね、ちょっとこやると安定するんですよね。おー、ナイス。20合ってますね。うん。ガオーポーズなのかな。ガオーポーズ。ガオー、うん、あ、これですか。これ？さっきの。ガオーポーズ。あ、ナイス。ナイスト。ガオーポーズ。あ、
いやそうですか、うん、な何かですか、うん、外したら面白いのになって思いながら見てるんじゃないかなと思って皆さんがね、あ、なるほど、うん、ナイス。今年は内臓雑魚、あ、私ですね、あ、内臓雑魚なの、内臓雑魚ですね、なんかそんな話もね、ちゃったナイス、あれこれっていうことはこれもうっていうことまだわからないね、そうね、あ、そうまだ、あ、はい、そうだ、まだ全然わからない、切られれば、あ、そうだ、うん、あ、ちょっとメンタルきた、今一瞬もうノープレッシャー投げれると思って、なんそんな突っ込むな、お前ら、まあ日本ですからね、やっぱ、うん、でも1本ならね楽なんでしょうけど、その分点数入りますもんね、1本目にそのインナーとか入ればいいんでしょうけど、でもそんな楽じゃないですからね、ほらもうあとはもう必ずも2本両方入れなきゃいけないですから、インナー入れるの難しいですからねサードまだ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 分かんないですからね、まだ分かんないですよ、これはね、もう現在何やと思うよ、思うがままですね、でも何がさあとはいえね、やっぱこう入れなきゃ、こう2本ね入れなきゃいけないですから、ね、こう静かに、やっぱりダーツはプレッシャーやな、あ、まだまだあります、まだあります、持ってない女前回ね、なんか160なんとか、ね、はい、ちょっとあ取ってあげてな、あのなんか取ってほしい、あのこう体操座り、いじけの体操座り、テカリンがねいじけて、ほらお前にはハワイは行かせねえ、うん、お前もノーブラックだね、今の、うん、今のムカつくね、マジそうだでしょ、俺もなかなかこう、え、なんてなんてムカつくって、ムカつく、いや、シエちゃんやっぱそうだよ、やっぱ俺もいろいろ全体的な考えてやってんだよ、あ、ね、まだ20分あるな、あと20分ありますから、何かしましょう、何かしましょう、投げたい、じゃあ最後にね、あと20分ありますから、何する、あれこれはこれダブルスよ、ダブルス、ダブルスやりますか、じゃあ、うん、ダブルス、うん、じゃあそうしましょう、じゃあみんな集合、うん、じゃあ今1位の TV から相方を決めていい感じでいく、よし、じゃあ俺椿とく、うん、お優しい優しいじゃないか、ってことは、テカリンとオリエッティね、でゲームは何するゲームは20分ありますからね、もうガッツリダーツしましょう、もうガッツリやっていいんですか、うん、だからゲーム何にする、何にする、ガチでもうね、あれ何、あ、なんかじゃあ決めてよ、なんかじゃあいいよ、70クリケダブルス、ね、70クリケでもいいし、なんかそういうこうパーティーゲーム的なのでもいいし、あ、じゃあパーティーゲームやね、なんか人気、なんかある、国取りっすね、国取り、はい、国取り分からんじゃんね、やむ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 、オーバー、オーバー行こう、オーバーゴールドハンティングとかも、俺ルール分からんじゃん、教えて、うん、簡単なの教えて、そしたら、うん、じゃあオーバー行こう、オーバー頑張れ、お前ダブルス、ダブルスじゃないの、あ、じゃあみんなでしょ、オーバー、じゃあガチメドレー、ガチメドレーが多いですよ、どっちかというとなんかじゃあ順番じゃんけんで、ガチメドレーが多いですね、もうでも引いてねえ、最初はどういうことじゃんけん、はい、あ、正解者出ました、最初、うん、はい、さあ、セイゴロード、ヌコさん、あ、ヌコさん、常連さんだ、見たことありますね、ヌコ強い、おめでとうございます、ヌコさん、ヌコさんおめでとう、オーバー、ルール何、オーバー、ヌコさんおめでとうございます、見てください、このハマロドの顔、じゃあ一番、やっぱね、常連さんが当てるのがちょっと悔しいらしいですよ、いえいえ、おめでとうございます、おめでとうございます、ヌコさん、ヌコさんね、あれですよね、常連さん、そうですね、何回か見たことある、シャバはいいですが、結構ね、ガチがいいみたいなことが書いてますよ、ガチがいいみたいな、ガチメドレーが、ガチメドレーですかね、うん、じゃあガチ行きましょうか、じゃあ何、じゃあ、はい、じゃあ1回戦2回戦決勝でいく、あ、シングルでゲームチョイス、あの、だけあのコークゲームチョイス、ワンレク勝負、ワンレク勝負、じゃあそれで設定して、ん、グッパーで、はい、コークワンレク勝負、じゃあ4人でワンレク勝負、ワンレク勝負方式ってことですか、じゃけん負け、一番負けたやつと二番目に負けた人が試合、あ、シングルね、シングル、シングルでワンレグのシングルということですね、もう一回最初はグーじゃんけんし、あいこよし、これ決まらないよね、じゃんけん合わない、勝った最初はグーじゃんけんし、あいこよし、あの、急遽変わりましたね、ガチメドレー、メドレーというかということは最初はグーシングルでやるみたいですね、どうやらシングルで、あ、おー、ちょっと待って、もう
シングルなんと1回戦ということで1回戦俺も解説席さあということで正規の対決が、うん、ここで実現コークチョイスね。ねこれシングルやるとワンレグ70もしくはクリケットコークチョイス70もしくはクリケットのコークチョイスということでなんとここで因縁の対決椿 VS 秋長ガチ対決ということですよ皆さん。クイズクイズなしですかね。先行かどっちが先行クイズなしです。あじゃあ先行。もうだって商品がないもんね。止めてば止めてば食べたいです。そうあなたはね。行こう行こう。ええ。私は今日か帰る。大丈夫やろ最終間に合うやろ。最終。うん。行こう行こうあ、ラーメン食べ行こうか絶対投げたがると思います社長がその後ね、まあそれはもう終わってからすればいいんじゃないかその話はウリエッティの靴下、何靴下社長がね、今日はなんかストップはい、なんかね、スカートがね、なんかカーテンみたいなこう巻いてカーテン巻きスカートフリットって言ってくる巻きスカートヒラヒラしてますからねヒラヒラはいわ、35人も売ってありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございますね。さあそしてこの因縁の対決ですがやはり両者緊張しているのか。そうですね、ちょっと出だしがそうですね、相手を意識しているんでしょうか。負けられないですからね、やっぱプロですからね、椿さんは ね、 ですね、はい、ここにも怖い先輩いましたよ源さんスリット、俺スリット、はい、ありがとうございます。源さんセクシーですね、スリットが。ありがとうございます褒められることは嫌なんですけど揺れすぎって何が揺れすぎ多分あやなちゃんが投げるときにじゃないですか。お腹がそんなこと言ってないですよ私は、うん、まあ、あんまいじめるなあげない。そうですよ。でも意外と嬉しそうな顔するんですよ、ね、こういうこと言うと勘違い勘違いね、はい、頑張ってんだもんね。そうひどいって、うん、さあということでやっぱ多少あ、よし、よし、よし。さあ、この後ちょ、俺、ハイボール長だ。どうも、どうも。ね。10時、うん、まあ、でも、ワンレグですからね。うん、うん、ナイス。なんか、知らんけど。ここ、あれですね。胸の間にこう紐とか通してるやつです。ショルダーカバンとか。そう、僕マジなんか紐ネタに苦手なんですけど。いや、そうでしょ、そうでしょ。でも対応できないですけど。この練習会いるか。まあそうね。まあまあ。いらない。もうやめます。じゃあ。おいハマロド。パイスらしいですね、うん、ああなるほどね、うん、ああなるほど放送するまで言われちゃったやめますいやいやするよするそうですねパイスが説明すな、うん、そう俺も人増えてますからね、うん、広告ですなそうですよせっかく広告増えたからですね、うん、初めての人が、うんうん遠くで盛り上げて、盛り上げてそれは無理無理、はい、とところでちょっとゲームがあーそうですかもうナイスキップそうですねいやこれ結構、はい、集中できないんですできないんですよね、うん、集中できないのがメンタル、うん、そうですねまあこれをプラスにするもマイナスにするも、ね、当人次第ということですからねそうですね、はい、ケンさんのピュアトーク聞きたいもうガンガンピュアトーク出してるつもりですけどおほうほうこうやってねやっぱねどん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 大きくなってそうですねでもまあやっぱこうねこういうメディアにちっちゃいメディアでもちっぽけなこんなちっぽけなやつでも出ることはやっぱ大事ですいつか縛り好き源さんなんでそういうとこがっつり拾うんです間違ってる間違ってねそのお礼さん目指して頑張りますとかねこういうことをやっぱ拾っていこうと思いますそうですね、うん、ありがとうございますもう変なやつはもう僕は一切拾いますまあ練習不足やな椿はナイスオープン女子会だとそう広告女子会の時はね結構来るんですよね弱ってる椿を慰めたい慰めたい、うん
甘やかしたらダメです。厳しいですからね、トレーダーの上下関係がもう厳しいのね。オリエシは多分集中して勝つ。え、次私社長とですか。そう、あら、ダーツ一人アムラーいますか。あ、さっきもこういうコメントあった、ダーツ一人アムラーいますかっていうことですけど、アムラーもうアムラーですからね、もうすでにアムラーではないです、ね、アムラーではないらしいですね、うん、アムラーはほら昔のほら厚底ブーツに、あー、あ、アムラーじゃない、アムロちゃんの格好を真似する人のことはアムラーっていう。あ、そうなんですね、ファンの人じゃないんですね。ファンじゃないってことですね。最近にもアムロちゃん出らんね。アムロちゃんはライブとか、あ、テレビにあんまり、はい、うん、出てない。テレビはあんま出てない。まあ、アムロちゃん来てもきたよね。あ、なんか来ましたね、きっとに。来た来た。そうなんですか。結構来た、いっぱい来そう、うん。有名人。有名人。あ、そうなんですね。うん、俺ほらアムロちゃんと飲んだことあるしね。嘘つけ。こまじこまじ。オリエモンなんかいろいろあだ名ができますね。うん。オリエモン、オリエモンって書いてないな。いやー、ナイス、沖縄うめぇ、ナイスアット。よし、ダンスして、あ、ダンス忘れてた、うん、まあでも決勝ありますからね、秋永さん決勝に備えていただきたいということで、さあ、なんと現の予想を大きく裏切ってテフリンが勝利ということですが、俺さ、俺ちょっと優勝 TV でしたって言ったじゃん。え、さっきのですか、うん、言ったよね。言ったよね。優勝 TV でしたってね、確か。よろしくお願いします。じゃあもう一回、さっきのはね、優勝 TV でした。さあ、そして、あ、なんなんそれ、クリケットめっちゃ言われた時ですかね。いや、まあ言われてしょうがないようなダーツをしてるからですね。うん、さあ行くぜ。さあ行きましょう。そして1回戦第2試合、 TV VS 浜田ティ。アイコでしょ、オリエティ。俺ね、全然ね、じゃんけんで決まらんとよ。じゃんけんがね、アイコ勝ちということですね、TV は。つばき、まだまだいけるはず。ね。うん。これからっすね。練習が足りない。練習が足りません。最悪、今の最悪。つばき、頑張れ。ね。頭痛い。つばき、泣くな。泣いてない。全然泣いてない。諦めないで。諦めてもない。じゃあ、クリケットお願いします。さあ、ということで TV がクリケットをチョイス。そして誰が決勝戦に駒を進めるのか、10時には間に合うのか。ギリギリですね。うん、皆さん元気、はい、今日は比較的元気な方ですよ。ありがとうございます。じゃんけんしいて結構ね、こっち福岡言いますね。あ、そうですね。はい、結構言うかも。初めて聞きました、ね、あ、じゃんけんしいて言わん、言わないです。えっ、じゃんけんし、じゃんけんぽう、多分福岡特有かもね。大分とかも言わんでしょ、C って。熊本も言わんもんね。嘘、はい、俺の地元はポス。何ですか。いや、ポンでしょ。ポンポン、ポンです。でも確かに C って言いますね、博多は。ですね、言うね。はい、博多っ子です、私。うん、博多っ子らしいですよ。博多っ子です。どこ博多の。今住んでるのは東区ですけど、はい、生まれは館原です。あ、館原は南区。やがたまる博多っ子認定されるわけ。え、福岡市だから博多っ子でしょ。でも博多区の人は博多っ子と言わんもんね、それを。あ、まあそこいろいろあるんですね、きっと。ほら、やがたは来た、ほら、やがたまる博多じゃない、うん、厳しい、うん、ほら、やっぱ博多区の人はやっぱそこの、そうなんです。そうそうそう、まあなんかこう、住吉は住吉は博多っ子でしょ。じゃあ博多っ子です、うん、住吉なの。住吉住んでるか。あ、今ね。はい、それも違う、じゃあ。あれ、なんで。椿はね、その住吉、うん、ほら、住吉も違うんだね。違うんですね、やっぱあの辺なんだ、あの中洲からあっちの方ね。最悪、あの辺なんだ。あの山笠の流れがあるあたりのことを言うんじゃない。じゃあ、なるほど。厳密に言うと博多っ子じゃないですよね、はい、福岡人。そうね、もやっぱそうなのよ。そうなんです。博多って面白いですよね。博多でもじゃんけんしーとは言わない。あ、じゃあ、あの、原とかあっちの方の、沢楽とかあっちの方の弁かな、じゃあ。原中弁かな。最終形。その博多部ではしーと言わない。まあ、そうらしいですね。じゃあ何でしょう。原弁です、きっと。ああ。オリエティはどこで合わせます？手首。目がいいですか？
うん、うん、ちょっとね、地元トークやめましょう、面白くないやめてくれませんか、うん、すいませんでした。分かるもん、住吉とかね、原とか言うてもすいませんでしたスマッシュ出てるな圧倒的にじゃんけんし言わない、ね、福岡の人言わない派の方が多いです腹でも聞かないもう地元東海もう言いたくないですけどね、もうすいません、もうこの辺でね解説しましょうか。はい、映画の解説をしましょう、はい、さあそしてまあまあ、うん、ここまではねまだまだ互角と、うん、あれですね、分かんない。さあ、ここで行くのか。ビッ！ナイス！ビビッ！ビではないですね、全然。まだまだ全然。全然ですね。はい、巻き返しますね。うん、さあ、来ました。さあ、これはどっちに行くんでしょうか。普通に。プッシュ、うん、まあプッシュですね。まあまあそうですね、あそこカットに行くっていう手もなくはないでしょうけどね、うん、そうそう、お姉ちゃん大人っぽい格好が素敵、まあ大人ですからね、おいさあさあ、うん、そうそう、いち点数出すか細かいなワンチャンありますね、よく見てくれてるってことで。そうね、細かいのはやっぱ上手ね、やっぱコメントがね、これマイク聞こえてないよね。あ、はい、なかなかいい声してますからね酒焼けです、酒焼け、うわー、来た、ナイス、酒焼けってないです。そう、さすがデカルですよ、あざす、気立てがいいね、こういう気立てがいいタレと飲んだってかに、タレと飲んだ、いろんな人と、さあここでね何飲んでるんですか。いや、あの芋の焼酎を飲み続けたらこうなりますよ、皆さんぜひ、うん、誘われてない、あら、お友達かないや、私は誘われるの待ってる派なんで。そうね、誰から、誰の誘いにも乗るわけじゃないですかね。そうですよ、ナイス6来ましたよ。俺と飲んだことは内緒だよ絶対お前じゃねえぞ私泣いてません、うん、ね、泣きません、ちょいちょい挟んでますね、なんかめっちゃ泣いてるイメージ持たれてるけど泣きません、うん、まあ、やっぱ4人もなるとこんだけね、やっぱバラバラ、ね、あー、さあ、いい感じですよ。さあ、これ決勝はテカリンとテカリンや椿、これもね、多分テカリンの方が強そうな気がする。いや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 、それは、それは絶対に負けます、それはさすがに負けます。酒だけは負けたくない、いや、ダーツも負けたくないけど、はい、いや、ごめんね、私が勝ったっちゃ、いや、あの、うん、いいよ、今度ね、覚えとけよ、ね、貴様、ね、やろやろ、もうこの10番勝負椿 VS テカリンの10番勝負をね、そうですね、うん、それ、いやいや、見らんで見たくないです長い長い3番勝負、うん、じゃあ、今回私の勝ちってことでよかったですか。まあ、そういうの紛れもない事実ですよね、はい、めっちゃ怒られるよ、すいませんでした。そうですね、はい、これやられたなまだわからん、血のマスミ、ブルー王子、これでこい、これの右肩にインナー王子、インナー王子ね、すごかったですもんね、あれ強かったですね、はい、言っての目が前、そうそう、インブル多いし、うん、仲間、ね、買った方が TV から臨時ボーナスやな。あ、そうなんでしょうかね、楽しみですね。さあ、インナーおじっちゅうことではなかったですけどね、やっぱアウター、アウターおじさんぐらいはちょっと来たんじゃないでしょう、 TV ダンスが、はい、あ、さあ、ということでインナー王子コズということで、あー、最高に降臨せず、さあ、はい、そうそう、ね、かわいい、はい、じゃあね、優勝決勝です、今から、これね、さすが、おー、これはナイス時間、やっぱもうこういうシチュエーションでもね、やっぱ俺ちゃんやっぱこう集中するね、術を持ってるのかな、してして、はい、あ、こうくね、さい、泣いても笑ってもこれで最後ね、残り5分でマッシュ参上、ありがとうございます。
私そんなやる気ない顔してますかね。やっぱそうね、今日化粧もちゃんとしてるのにね。あ、化粧しとうやん、つば。はい。ある程度気づかんかった。なぜですか。うん、まあでもそうね、結構なもんですかね、すっぴんの時なんて。そうですね、うん、ちょ、レイティ頼むよ。ちょっとアマチュアやけんね。アマチュアには負けれんからね。オリッティ可愛いというか綺麗。そうですね、指が勝つといかんで舐めたわな。そうかもね、501よくね。そうですね、ちょっとこれは、とりあえず30分とりあえず延長しますね。30分まではしないと思いますけど、それまで皆さんちょっとお付き合いいただきたいと思います。はい、クイックですね。うん、あ、なんかこうなんか絵的にね、なんか新婚さんいらっしゃいませみたいな、ちょっとなんか新婚さんと俺みたいないらっしゃいませってなったけど、いやいや全然いいですけど、はい、大丈夫です。僕はやっぱこう分子師匠っぽくなさすぎてね、分子師匠も大変ですね、なんか最近いろいろ。セブンクラウン好きってなんでしょうかね。おー、やばい。左なんでしょうかね、まあ、若干左目かもしれないですね。あ、視聴者、まあまあ、オリエ今日胸持ってるなとか言うんかい。拾うんですね。胸持ってないっす。うん、着汗するタイプかもしれないですよ。これ振ったらダメだとこ、はい、僕はもうそういうのはもう極力もスルーで言ってますけど。持ってないって怒ってる人が一人、うん、ふざけんな、俺って持たないんだよ、持たない、持ってないんだよ、みたいな、うん、持ってない、どっちなんや、みたいな、ごめんなさいですね。はい、そうですね、スルーしようよ、スルーしようよ。まあでもね、何気に試合は結構いい、白熱した、いい試合、いい勝負ですね、うん、この集中でもこうやってね、集中できるっていうのはやっぱ、ね、うん、手狩り、オリエって完全に勝つ気だな、うん、言うな、打ち合いっすね、うん、持ってないよ、持ってない。うん、ナイスキープ、うん、ノーガードの打ち合いじゃ、こっからですね、うん、まあでもやっぱそうね、浜田選手がやっぱちょっと試合は後者というか、まあ、落ち着いてる感じがしますけど、ここはやっぱそうですね、ナイスパット、手借りにこうチャレンジャーとしてガンガンもうガンガンいってほしいですね。浜口ドって誰？浜口ドドロってどこに書いてます？ドロも書いてない、浜ロドね、浜ロドですね、ああ、うん、浜口ドって、あ、そう、浜口ド本気なのかボケなのか、ちょっと浜口ドさんはレーティングアップしましたよ。あ、ほんですか、はい、それはこう TV に、うん、そうですね、はい、おっと、ここでなるほどした、ありがとうございます、はい、びっくりした、ピカリンはもうこう盛りすぎて、そうか私も持ってないですね、いや、ピカリンよ、あ、テカリ、テカリじゃなくてピカリよ。あ、テカリも言われてるのね、持ってると。ないぐる。持ってる。テカリ持ってないで、これ。持ってないで。持ってないなら書かなくていいじゃない。うん。そう、もう、盛る、盛らんはもういい。もう、盛る、盛らんの話はもういい。でも、持ってないで、これ。テカリ、うまい。うん。そうよ。うん。まあ、やっぱしっかりとライン合ってるもんな。うん。見てるところがちょっと違います。ダーツを見てるのか、どこを見てるのか、集中してるところが違いますね。そうですね。まあ男の差がって思ってるんですけど、いそうって。いそうだけです。いやー、まだまだ分かんないですね、これ。うん、まあちょっとですね。浜田の個人スタイル作った。個人スタイル。個人スタイル。ハードプロスタイル作るよね。ああ、応募しましたよ。うん。さすが、仕事早いです。うん、ハリポタに出てる誰か。ナソバ。ナソバ。ハリポタに出てる誰か。誰かに似てる。そうなんでしょうかね。ロンの妹みたいな。うん、ロンの妹に多そうな感じ。ジーニーみたいなやつ。なんかそんなドビドビーって
あ、だからその、そうね、ドビー、ドビーって誰、妖精みたいな、なんか、うん、ちょっと待って、出て、奴隷妖精みたいな、そう、調べてみよう。で、さっき地元の話をしてた時のこう知らない人はの気持ちは今の俺みたいな感じ、はい、見たことないんで分からないですね。浜野戸って体脂肪率いくつ興味あるんでしょうね、やっぱそう、確かにね、誰にあれ需要があるんですかねまあやっぱ気になってるんですよね。TVTV のスタイル配信してほしい。あ、そう、そういうのできたりするの、あれですか、 TV のスタイルを手に、おー、いいですね、同意し浜野道すごい住んでる、あ、僕は横浜です。てかに鼻でかくない気にしてるんですよ、気にしてるんで、うん、鼻が低いよりいいよ、そうですよ、うん、私鼻低いですねって別に聞いてない、欲しい、また負けたね、また負けた、なんでも負けるんですよ、鼻でも負けたな、ケン、厳しいですよ、ドビー、そうですよ、やっぱね、椿派ですかね、これ常にね、ドビーはひどい、みんな知ってる、うるさい、もう、うん、お、勝負が、うん、だいぶ動いてますね。そうですね。これはありますよ。ティカリンの優勝。ありますね。おお。そうですね。浜田。強いですね。これ僕何気にちょっと今いいとこですから、ちょっとちゃんとね静かに見ましょう。ここは。あいつ飛び込んでるね、とか、あ、もう思い切りいいですね、うん、結構メンタル強い、そう、メンタル強い、思い切りがいい、もう同じしない、うん、ちょっとなんかプロ向きかもしれないですね、性格が、うん、ですね、うん、あー、ナイス、ここのサイドにスライドカラーのトリプル、カットに行きました。男前テカリンは超ド S ということですから、超 S でもすごい、超ド S ですから超ド S の S ということですからね、なるほど、ナイスオーバー、どうして弱いか、そうそう、今のね、いつもの解説みたいだね、 DTV のやつね、あ、俺の、はい、お、伊藤美咲、おーとー、ーさあ、ここで回ってきたこのチャンスを浜田を OG へどう生かすのか、これチャンスですね、うん、てかにファル、もうこう悪口を言うテカリン、そのせっ、もうテカリンに出てもらうの大変なんですからね、皆さんちょっとあんま言わないでください、そういうこと、勝ったらしゃぶしゃぶって言ってね、ナイス、なんか意味は別に普通じゃん、勝ったらしゃぶしゃぶ奢ってくれるってことっていう、誰かそういう人でしょうね、からのおー、来ましたはい、おなじみのビッグランでいただきましたよ、後ろのハゲうるさい、多分カラノーのとこかな、きっと、うん、ナイス、さあ、ここを仕留めるのか、 TV 椿にワンチャンやって、ワンチャンどころか何チャンでも終わりますから、いや、ワンチャンかわいそうだろ、もう今日は、今日はもう無理でしょ、今日はもう無理です、じゃあ俺が椿レッスン してナイス、あ、もう嫌な感じがして、もう嫌な顔してる、いや、嫌な顔してないですよ、もうなんか心の声が出てるよ、椿の、あ、黙れ、はい、ナイス、ナイスあ、そうか、テカリン、ここで
さあこの、あっとこれは、ナイストライ。これは、あどうもご無沙汰してます。ビッグラウンドバカにしてるね、してはないんですけど、いつもありがとうございます。ね、これはバンジーキーストイカそうですね。さあということでなんと優勝はテガリンです。おめでとうございます。テガリンは唯一の。のこの島の当選者太っ腹です。のこの島、のこの島知ってますか、ね、当選場から約10分ぐらいで渡れるね、310円をなんと TV のポケットマネーでプレゼント。その310円のこの島で、のこの島でまで行って、うん、見てくださいこの椿の顔、皆さん見てこの椿の顔、おお受ける。さあということでね、なんと唯一のアマチュア手紙優勝者、おめでとうございます。さすが、素晴らしい、おめでとうございます。いや、これだってこれあれ、本戦は僕だ、本戦は僕どういうことでしょうか。ああ、本戦は社長が優勝したということですよね。はい、それも、はい、すいません。はい、言うのはしました。さあということで見事優勝しましたね。分かった、分かった。なんでそんなちゃんと投げれるよ、はい、ね、優勝しました。いや全然手がいいんです、おめでとうございます。でやっぱでもね、僕思いました、あのやっぱねちょっとプロ向きかもしれないですよ、手がいいは強いですね。やっぱああいうシチュエーションでやっぱこうああいうふうにこう集中できたりとか、まあ、ああいうこう表情ができるってことはね、多分やっぱ向きなんですよ。いやいやいや、でもなかなか根性がしっかりしてんじゃないかな。あれ、ね、音入ってる。さっきなんか誰か買ったらしゃぶしゃぶ連れててくれるってなんか言ってました。多分お客さんですね。お客さんね。で俺もしゃぶしゃぶ連れてってっていう人もいますしね。これも増えますね、そのしゃぶしゃぶが。誰かね連れてってくれるんですかね。そうそう、僕今あの筋トレしてるんで、それ痩せました。おさわり TV 始まった。まあそうですね。まあちょっと。そうなんでしょうかね。これメンタル。そうですね。じゃあ投げて、ちょっと投げるよ。さあ公開ちゃんと投げん、公開もう練習不足や。おすすめの芋焼酎を教えて手借りってことですよ。1日何どんぐらい練習しよう。黒霧黒霧しか飲まないですよ、博多っ子、うん、投げてないとかさダメやろ、博多っ子、博多っ子のゲンさんご飯行こうっすよ、どうせマッシュだろそれは。いや、いいよ、行こう行こう、教えて椿。うん、ちょっともうちょっとさ、思い切って手振って、うん、なんかさレコリ今度練習行こう。私がショップでバイトを始めたばっかの頃を知ってるお客さんは、うん、ちょいちょい私のことをデコリンって呼ぶんですよ。そうなんやね、なんかいろんなリンがあるわけね、デコリン、テカリン、ピカリンとかヒカリンっていう人もいますし、ヒカリン、ヒカリン、デコリン、テカリン、でもテカリンが一応オフィシャルな、はい、オフィシャルです、うん、いいっていうことですね。オッケー。オリエさん帰ってないですよ。ちゃんと言います。オッケー。頼んでなんかちょっと遅くないですか。いやもういろいろ言わんでいいけ。いやでもこのフォームを1日5時間毎日練習しよったら絶対良くなるよ。あ、まあと思いますね。フォアップこれね。これオリエさんが。オリエさんがやってます。ほらね。リアクションがいいよね。さっきのそのいじられた時。オリエさん毎週来てほしいってよ。毎日5時間このフォームで投げてん、同じように、はい、まあ、投げ方は毎回違うです、近いです、オリエちゃんがね、カメラいじってますから、鼻、ね、合わせろカメラマンって怒られてますよ、鼻がでかいと言われるんで、うん、そのピント、なんで毎回合わせろカメラマン、やろう、やろう、いやいや、今3と同じやん。俺ってレギュラーで、その激ハゲプンプンバレてる。そう、うん、同じように投げてん、そう、同じ力で投げてん。あ、オッケー。なんでそれができんと。あ？そこはやっぱだって社長アップするとこですよ、そこは。もう一回。いや、違う。同じように、そう、それでいい。そう。同じを振って。あ、これ、僕の大好物。そう。ありがとうございます。同じを振って。こんばんは。出た、美穂さん。ほら。やっぱ同じように全然触れてないもんね。もう一回。折りカメラしっかりって言われますもういいけん、狙わんでいいけん、結果追わんでいいけん、うん、同じようなみたいな、そうそう、うん、もうちょっと、いやダメ、守護神様、本当そうなんですよね、怨念違う、あれはその怨霊とかじゃないですかね、守護神なんで、ここの
毎回毎回さ、スムーズ振って、ね、はい、いつもこう営業部の社員は出社するとあそこにこう手をねパンパンと合わせて、そう、二礼二拍手、そんな感じでやってますから、ね、あ、いいや、同じ投げでいい、ずーっと。あ、ちゃんと、あ、今カ カメラ操作しよった俺さ、用からやめてって投げた結果を追うな、今日の名言。いや、まあ確かそれはね、素晴らしいですね、そうかもしれない、うん、誰の名言？いや、社長が言ったんですよ。なんて言った？社長が投げた結果を追うなって言ったのが今日の名言だって。そうよ、うん、ね、確かにそうなんですね、うん、同じように投げればいいのに、確かに、もう毎回違うけんさ、うん、ちょっと気持ち悪い。そうそうそう、今のいいやはい、いいやん、ちょっと、ちょっと姉川さん、ちょっともう、はい、合格カメラ奪って、カメラ、これで練習します、ちょっとカメラ奪って、いや、もう初めてね、カメラ、お姉さんやりたい方だ、操作してさ、テンション上がってない、初めてのカメラで、はいはいはい、ということで、カメラ 4K じゃないですね、はい、あ、じゃあこっちお願いします、 TV もう5あるやん、うん、もう閉めてもらいましょうかね、そろそろ、おお、はい、さっき戦勝ったのに、お前も OK、 ひどい、うん、ということで、じゃあ皆さん最後に一言、うん、最後に、今からラーメン5で餃子食べ行ってきます、さよなら、社長お越ちになります、さよなら、さよなら、じゃあさよなら全然ダメよし、行こうだ、旅行連れとかはそれでほとんどなくするんじゃないかな。まっすぐ振れば入るという位置に持っていけるという、こう投げなきゃいけない、ああ投げなきゃいけないっていうのはもう絶対的にないというふうに思ってほしいんです。あんまり人には言いたくないんですけど、すごい今年1年の活躍ももはやこれにありということで。